背景です。今回は我らの希望この選手2軍で完全復活かということで、今回はですね2軍で活躍を見せているある選手について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、村田レオンが復帰し活躍ということで、今回は村田レオン選手について話していきたいと思います。まずはね、プロフィール、そしてここまでの2軍成績から見ていきます。2001年8月4日生まれ、三重県出身、23歳、身長196センチ、体重110キロ、右投げ右打ちの野手、ファーストとサードを守ります。2023年ドラフト6位で、今年は大卒1年目のシーズンということになっております。続いてここまでの2軍成績見ていきたいと思います。17試合に出場をして、打率3割5分7厘、2本13打点、三振16個、フォアボール4個、 OPS が 0.981 ということになっております。はい、ということでね、今回はドラフト6位ルーキーの村田レオン選手について話していきたいなというふうに思っているんですけれども、村田選手ですね、今シーズン、どういった感じになっていたかというと、まず、やはりドラフト6位ルーキーということでしたから、春先はね、3軍生活でした。教育リーグに一応出てはいたんだけれども、なかなかね打つこともできなかったりとかしていて、まだまだやっぱね本人も課題があるということで3軍で試合に出ていたんですが、その3軍でねめちゃめちゃ打ちまくって結果を残して、2軍に昇格を果たすと、打ちまくって、ちょっと1軍でね故障者が出たっていうところもあって、5月に1軍に上がっていきました。そこでプロ初安打初打点をマークしてですね、ここからいよいよね、1軍で活躍していくのではないかというふうに、期待をされていた中ではあったんですけれども、5月の試合で守備の時に後縦靭帯を損傷してしまってですね、長期離脱を余儀なくされてしまいました。かなりねこうファンの方の中でも、村田選手期待が大きかっただけに、かなりこれは悲劇になったのかなというふうには思いますが、ちょっと長期離脱で3ヶ月ほど、試合に出ることができなかったんですよね。ただその中で今月、3軍で実戦復帰を果たして、ようやく怪我が治ってきたということになっております。でここ最近ようやく2軍の試合にも出るようになって、2軍の試合に出てからですね、復帰後の打率っていうのは3割5分ということで、非常に復帰してからも2軍で高いアベレージを残していまして、復活をアピールしているということになっております。長打はね復帰してからまだ2本のみということで、もう少しやっぱりホームランだったりとかね、長打が欲しいっていうところは正直あるんですけども、明らかに状態は良くなってきているんじゃないかなっていうふうには思いますし、怪我のね心配っていうのはもうあまりいらない形になってきているんじゃないかなというふうには思います。やはりね、そんな村田選手のすごいところは何かというと、何よりやっぱり野球への取り組み方姿勢ですよね。離脱している間もですね、ベルーナドームに何度もね足を運んで試合を見に来ているっていうのが、SNS でねアップされたりはしていましたよね。なかなかね本当にこう怪我をしている間にね試合を見に来るっていうの、そんなにねこうたくさんいろんな選手がいるってわけではないと思うんですけど、村田選手ちょっとでもねこうやっぱ一軍の試合から何かを吸収したいっていうところで、本当に頻繁にベルーナドームに足を運んでいました。それだけ本当に野球に対して、誰よりもストイックに取り組んでいて、素晴らしいメイクアップの持ち主ということになっております。で、今日ですね9月29日で、2軍の試合が全日程終了ということになりました。で、2軍はね一応もうこれで終わりなので、もう2軍の試合に出るということはないわけですよね。フェニックスリーグっていうのが、秋に行われるんですけど、それまでまだ間がありますから、とりあえずもう試合はほぼなくなったということになっております。で、1軍も一応残り3試合あるんですよね。明日と、そして10月1日と、10月4日ってことで、あと3試合ね、一応残ってはいるということになっているので、もしかしたらこれ明日以降のゲームで2軍の選手が何人か昇格する可能性が非常に高いんですよね。だから、そうなってくると村田選手はね、1軍で今シーズン最初の出たっていうのもあるし、怪我が治ってからも結構打っているっていうところを考えると、これ明日上がってくる可能性は十分にあるんじゃないかなというふうに思っております。もしかしたら明日以降村田選手を1軍でまた見れるかもしれないので、ここもね注目していきたいと思いますし、なんとかねまだプロ初ホームラン打ててないですから、そこを見たいなっていう気持ちもあるし、あとはフェニックスリーグではね多分もうバリバリ試合に出る子ってなると思いますから、1年目のフェニックスリーグでどんな成績を残すのかっていうところも、注目していきましょう。はい、ということで今回はね村田選手について話していきました。皆さんもね村田選手に期待すること等あったら何でもコメント欄の方書いていただけると嬉しいです。以上です。
はい、今日もありがとうございました。普段はですね、ライオンズの分析や解説、考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録、そして高評価がね、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。